はい、こんにちは、ニューヨーク在住で DJ と楽曲プロデュースを生業としています DJ カズ佐久間です。今回はですね、楽曲の三大要素であるコードについて、触れてみたいと思います。で、このコードっていうのがおそらく作曲する上でですね、一番大事な肝になってくる部分だと思うのですが、コードとかコード進行というものを、理解するには、まずですね、スケールというものを理解しなければいけないということで、前回と前々回に、スケールの話をしてみました。で、いよいよ今日は、そのコードについて触れてみたいと思います。はい。で、まあ楽曲のカラーをですね、決めてしまうと言っても過言ではないくらい重要な、このコードなんですが、コードというのはですね、いくつかの鍵盤を同時に弾いて同時に鳴らすという、日本語で言うと和音と呼ばれるものですね。で、このコードの中には、大きく2つのメジャーコードとマイナーコードと呼ばれるものがあります。で、その組み合わせですね、例えばメジャーコード C メジャー A マイナーとか、そういった組み合わせによってですね、コードが進んでいくというものをコード進行と呼ばれるわけですね。コードの進行ですね、それはですね、前回に解説しましたスケールと呼ばれるものの法則に従って、おおよそですね、使えるコード、そのスケール内で使えるコードというものが決まってくるというわけですね。と、まあ口で説明してもなかなか分かりづらいかなと思いますので、この2パターンですね、今画面に映っているこの左側がマイナースケール B マイナーですね、 B ナチュラルマイナースケールの、法則に基づいたコード進行、右側がですねメジャーコードの法則に基づいたコード進行ということで、2つ、簡単ですが作ってみました。ではですね、左側から、聞いてみましょう。再生します。はい、こんな感じでですね、マイナースケールに基づいたコード進行はこのように、まあどちらかというと夜っぽいというか、まあ大人っぽい、都会っぽいというような印象ですよね。まあ暗い、渋い、切ないといった言葉が合いそうな進行がこのマイナースケールに基づいたコード進行。で、一方のですね、メジャースケールに基づいたコード進行、こちらはどちらかというとですね、明るいポップな元気な印象ということでですね、楽器はですね同じものを使ってますけども、スケールとコード進行というものを変えると、かなり印象が違うという感じなので、こちらも聞いてみましょう。今のがですね、メジャースケールに基づいたコード進行ということで、一つ目の方と比べるとすごく明るいポップで元気な可愛らしいといった、言葉が合いそうな進行、これが、メジャースケールに基づいた進行ですね。はい。で、このコード進行に関して
なんですけども、これらはですね、メジャーコードとマイナーコードなどと呼ばれるたくさんのコード、これらの進み方はですね、繰り返しますが、スケールの法則に基づいて構成されるということになります。はい、ではですね、スケールに基づいて進行するとはどういった意味なのかということなのですが、メジャースケールの方からいきたいと思います。こちらが、前回解説しました、メジャースケール、Cメジャーのスケールですね、ドレミファソラシド、一度再生します。はい、このドレミファソラシドですね。これは、それぞれ単音だったのですが、ここにコードをそのまま、例えば C のコード、D のコード、E のコード、F のコードという感じで、スケールに沿ってコードを割り振ったものが、こちらですね。一度聞いてみます。はい、こんな感じで、そのスケールの単音にそのまま沿ってですね、こういう感じでスケールに和音を割り振ったもの、これがダイアトニックコードと呼ばれるものなんですね。はい、でこの明るい響きを持ったメジャースケールに基づいたダイアトニックコードの中には、明るい響きを持つメジャーコードと暗い響きを持つマイナーコードというものが、それぞれ存在しているというわけですね。はい。で、まあ、簡単に言うとですね、メジャーコードとマイナーコードの違いというのは、この真ん中の音ですね。3つのうちの真ん中の音が、マイナーの場合は、メジャーのこの音から1つ下がると。いうことですね。真ん中の音が1音下がったものがマイナーコードというもので、この下がっている2番目、3番目、6番目と7番目、これが、それぞれマイナーコードということですね。こういったメジャーのダイアトニックコードの場合は、2番目、3番目、6番目、7番目がそれぞれマイナーコードになっているということですね。はい。で、同じようにですね、こちらのマイナースケールに基づいた、マイナーのダイアトニックコードというものも存在しております。で、こちらもですね、1番目、2番目、3、4番目、5番目、これがそれぞれマイナーコードになるというようなルールですね。で、まあ、この辺の詳しい話をですね、僕の、ウェブサイト、Make Inspiring Beats の記事の方に詳しく、その覚え方などについても、一緒にですね、文章に書き起こしておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。URL はこの動画の下の概要欄に貼っておきます。それでは今回も動画のご視聴ありがとうございました。DJ カズサクマでした。また次回。